皆さんこんにちは。株式会社クロの現役デザイナー兼社長のボブです。本日はフォトショップ編第13回目で、3月のシーズナルイベントのホワイトデーのための広告用バナーのクリエイティブを、バナーの情報設計、訴求文言の構成とレイアウトと、バナーのデザインの2回に分けて実際にバナーを作っていきたいと思います。いつも言っていますが、作成する前にバナー1本あたりの相場はだいたい1本で5000円から1万5000円くらいもらうことができるので、1日で終われば日当5000円から1万5000円くらい、3日で終われば日当1600円から5000円になるということを覚えておいてください。この金額よりも少ない値段の案件なら引き受けないことをお勧めします。あと、特にクラウドソーシングサイトなどのクライアントが見えなかったりわからないようなサービスからの案件だと、デザインの修正が何度もあったり、3パターン初稿で出してほしいと言われて作ったものを3つ別のキャンペーンバナーとして出されたとか、そういったことがたくさんあるので、ある程度関係値のあるお客さんと働かれることを推奨します。本当にこういうことがたくさんあるので、皆さん気をつけてくださいね。で、今回は3月のシーズナルイベントのホワイトデークリエイティブを作っていくわけですが、ホワイトデーのメインターゲットは男性であり、自分も男性なので、バレンタインクリエイティブよりかは個人的に作りやすいクリエイティブになってます。逆に女性の視聴者の方は男性ユーザーに刺さるクリエイティブを作らないといけないので、ちょっとハードルが高くなってしまうかもしれませんね。また次回から LP 編に入っていこうと思っているので、お楽しみにしていてください。はい、では前置きはここまでにして、今回のホワイトデーバナーの例題を見ていきたいと思います。訴求文言、サブ訴求、サイズ、掲載される環境、素材の提供はなし、こちらで考えてみます。今回は素材の提供がないので、訴求力の強い文言か商用利用可能な画像を左に配置して、次に右に画像かテキストを置くパターンでもできるのですが、掲載される環境のところで記事のメインビジュアルにもなると書いてあるので、このような場合はメインの訴求文言をセンターにして、背景に訴求文言を盛り上げるような画像を配置でもいいかもしれません。このような場合は掲載環境の他のクリエイティブをご確認していただき、左右バージョンがよく使われているのか、センターバージョンがよく使われているのかを確認するといいです。今回は一旦センターバージョンで進めてみたいと思います。次に訴求文言ですが、今回も前回のバレンタインバナーと同様、プロのライターの方が入ってキャンペーン名を作成したと仮定して、メインの訴求文言は変更不可という縛りで作成していきたいと思います。次に訴求文言の優先順位ですが、失敗しない、こちらがなくてもバナーの意味はわかりますね。大人な、こちらがなくてもバナーの意味はわかりますね。で、最後にプレゼント、こちらがないとバナーの意味がわからないので、プレゼントが一番目立たせるべき文言なんだということがわかります。できた情報設計がこんな感じです。この段階ではまだ飾りとか色とかつけなくて問題ないです。そして次にサブ訴求ですが、こちらは今回のキャンペーン情報をさらに詳しくするためのサブ訴求の文言なので、お正月やバレンタインの時のようにエリアを分けてしまうとメインの訴求文言のサポートができなくなってしまうので、なるべく近くに置いてあげるようにしましょう。最後に画像ですが、今回は素材の提供がないので、いつもお世話になっている横断さんでギフトまたはプレゼントなどのキーワードでテキストを真ん中に配置しても、画像かテキストを邪魔しなさそうな画像を何点かダウンロードしておくといいと思います。参考になりそうなクリエイティブ集めはいつもデザイン作成動画のところで行っていたのですが、そろそろ情報設計の段階でどのようなアウトプットにするかを頭の中でなんとなく着地点を決められるようになってもいい頃なので、どんなデザイン表現ができるかをこのタイミングで考え始めても良さそうですね。はい、本日はこんな感じでホワイトデーバナーの情報設計、訴求文言の構成とレイアウトというところでお送りさせていただきました。次回はデザイン編というところで、ホ
ホワイトデークリエイティブで使えるデザイン表現をお伝えしながら、男性ユーザーが思わず確認したくなるかっこいいバナーを作っていければと思います。それではご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録、その他質問があればコメント欄までお願いします。以上、ボブでした。皆さん楽しいデザイナーライフを。バイー。